なんとか逃げ切れたぜ。たくふざけた忍者め。あんな奴ら俺の必殺妖術が使えれば簡単にひねりつぶしてやれるのに。さっきは容器が溜まっていなかったから使えなかったが、今なら使えそうだ。ちょっと一回試してみるか。よーし、会場の人間ども、お前たちは俺様の催眠妖術の実験台になってもらう。覚悟しろ。催眠妖術操り人間の術。どうだ、催眠にかかったかな。よし、じゃあ催眠にかかっているかどうかいくつか質問するぞ。会場のお前ら、俺のことが好きだろ。催眠術で好きになっちゃっただろう。俺のことが好きになっちゃったやつ手を挙げろ。全然いねえ。見つけたぜ。しまった、もう逃がさないから。くっそ、こうなったら容器が溜まっているか不安だが、催眠妖術にかけてやるしかない。あ、催眠術、すげえ。お前そんなの使えるのか。熱いな。何言ってんの、そんなの聞かないわよ。相当な単細胞でもない限り。うるさい、それでもやるしかないのだ。催眠妖術操り人間の術。あー、どうだ。全然平気。あ、また失敗。だからそんなの聞かないって。そのようだな。ああ、やれやか忍者、白忍者をやっちまえ。お兄ちゃん、このいいぞ、やっちまえ。ちょっとどうしよう、まだありながら強い。うるさい。お前も催眠にかかった方が楽だったかもしれないね。そんなことないもん。はっ、ふーちゃん大丈夫。タカ兄が敵に回るとは厄介だな。ごめんバカな兄貴で。いえ、ふーかちゃんが無事なだけでも良かったです。ちー、人数増えやがったか。こうなったらお前らにも催眠妖術かけてやる。無駄よ、お兄ちゃん以上に単純な人はいないから。うるさい、人間の術。あ、無駄っていうのがわからないかな。大成功だ。え、ちょ、なんで、どうしてっていうか、私だけ。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。